どうもこんにちは、行きつけです。今日も行かないやっていきたいと思います。よろしくお願いします。黒時ホームランを全然打ってないのに台風になりました。よろしくお願いします。やっていきましょう。中村さんの高山、中村。好きの嫌いは無関心って言うけどね、無関心より嫌いの方が俺は上だと思う。はい、よろしくお願いします。やっていきましょう。黒木さん、あー、ちょっとこれあれだね、あ、停車 OB の方か、あれか、別の黒木さんか。オッケー、いいねいいねいい。今のあたりは多分普通にあれだったわ、ゲッツーのあたりだったわ、助かったわ鬼助かったね、エンドランで助かったわ。よし、引っ張りましょう。はい、強引に行こう、レッツゴー。これは取られるかもしれん。これでワンアウト、いいね、うん、いいよ、素晴らしい、うん、それでいい、まあ、それでこそね、宿敵ってやつよ。あ、そうせん戦力はえいえい、うんと早めに切ってこう、強引に行きます。この1打席だけは強引に行きます。逆にセーフティーとかのが良かったのか、セーフティーして高瀬に任せる方が良かったのかもしれない、結果として。よし、高瀬行きましょう。背中石1割並ぶ2輪なんだよね。もっと打てるんだよ高瀬は、おかしいんだよな。もっと打てるはずなんだよ彼、もっと打てる二刀流になればはずなのにさ、なぜかこれで甘んじてる僕は彼を許せません。逆の意味で中村、マジでお願いだから4割だけ3割だけ切らないでくれ。まあこの2試合続けてでいいよ。この2試合続けて3割切らなきゃ別にいいから。1点差、にゃん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 、高橋じゃこれ走られる、にゃー走られなかった、なんでなんで、へー意外。くたいところ行こう、かといって黒木さんを出すのはもったいないんだよな、この能力を。いけ、押してけ、高め頼む、オッケー、フィーリング、フィーリングに勝ったわ。波のピッチャーだったら普通に抜かれてたわ。あー強いね、内角でいきましょう。内角で持ってるからね彼、 3.34 なんで阪神関係ないの。オッケー、ノーアウト1、3塁のピンチ脱するのは神としか言いようがありません。はい、岩崎オッケー、高瀬、まあバントするの全然あり、うますぎだろ普通にうますぎだろ。で佐野、佐野が打ちたいって顔してるからね今、佐野が打ちたいって顔してるから、これセーフだね。オッケー、素晴らしい。これなんだよな、これなんだよな、俺がやりたい野球って。走りましょう。オッケー、いいね、余裕だね、余裕のよっちゃんと走れてるね。中村、まあ逆にこういうところで打たないとよくないよね。中村はかましてやろう、かましてやろう、うん、これ高瀬はさ中攻めとけばいいよね、中攻めとけば。オッケー、素晴らしい。いいよ、高橋もいいね、藤原もいいね、山本が不調だね。で岩崎、まあ引っ張りでいくか。オッケー、あーうまいね、早川が普通にうまかった、普通にうまかった、うん、最高だね。で佐野が出ました。まあチャンスに持っていくか。オッケー、ナイス。そろそろ金にならないかな、金ピカリン、金ピカリン、金ピカリン、流しましょう。まあ今日不調だからな中村も。あ、いった、今日でこれをリースイーズゴーアンビッグフライかわしてやったぜ、さすがだね山本。山本、ここは引っ張りに行きます、強引に、強引にね。オッケー、サードうめえな、サード普通にうめえな、なんも言えねえわそのうまさ。し投げ入れましょう。あれか、なんで今この回に普通になしでんだのに回ってきたんだろうと思ったらコールドで来そうだからか、まあいっか、コールドしちゃうか普通に。ホールドしまーす。行こう、中瀬。切れるよ、君。普通に切れる。あー、狙ってるね、サードの間。知らん、知らん、知らん。見れてみ？見れてみ？かっこいいから。はい、オッケー。藤原の守備能力なめんな。神だから、彼。はい、で、高瀬。このまま切ろう。長系にします。しれっと。しれっと長系です。しれっと長系結構大事だから。しれっと、オッケー。次のシレットの。決勝戦やっていきましょう。総合戦力 B でございます。はいこんな感じですね。なんか藤原がねさっきチャンスメーカーついたのよ。1番にしてみました。はいどんな感じになるんでしょうか。ちょっと期待を込めながらやっていきましょう。流します。5割打ってんだよ黒崎。普通に5割偉いんだよな。エンドワンの方が良かったかな。逆に難しいなこういう時。まあ右だからね。右しかいなくね思ったんだけど、あれ右しかいなくない？右でしょあ左でもあ3か左か。右ここまで右打線ってあんまないあんま聞かないな。引っ張ろうか。オッケーいいねこれよ素晴らしいわ。オッケーナイス。黒敵今のえぐいな。今のヒットなかなかねえぐいよ。まあ台風っぽかったね。いいヒットだったと思う。オッケーいいね高橋。な俺はスタメンだぞ打法いいね素晴らしい。高瀬が出た。まあ流そう冷静に。オッケーワイいや取れるんだこれ。めっちゃくちゃうまかったと思うけどな今の。欲しいなー。高瀬内角でいこうか。うち弁慶シリーズ内角攻めろ。オッケー偉いいいね文句ない。うまくない今のなんかシフトの位置といいさうまさが溢れてるね。山本がマジで絶不調だね。なんもないね。いいところのかけらもございません。竹山今のは助走つけて取るべきでございろう。よく逆にパーソンが走らなかった。中継入れよ。100キロまで中継入るところだ。よし連打つけましょう。西山さんで連打だけ切ってまあ臭いところだね。最悪歩かしてもいいよ。えらいいいよ。めっちゃいい。まあ中間に近かったな。まあ逆にこれで継投がしやすいと思えばいいか。高瀬次の継投で打席で代打します。よし行こう。オッケーサードに転がすのが今一番うめえからな。サードに転がせるのが一番正解なのよ。オッケーで岩崎が出ました。泣きもしない阿部光阿部光の打たせよう。高橋須田返しいってくれ頼む。オッケー神で藤原よ藤原僕は藤原が打てると信じてます。転がせでホームランって意外と打てるんだよ知ってた。藤原疲れたってしばけ。オッケーいいね満塁で黒岩か黒崎だよし黒崎究極の思考いきましょう。お任せが一番なんか効く気がするんだよねこういう時って知らんけど。お任せ6だぜ。はいいったー最強練習からビッグフライ。山本をなんとかしてやりてー。山本なんとかなんねえかな。いやちょっと高橋もいやこれじゃない今じゃない任せる出せよ。山本大丈夫かマジで鬼ほど不調だね今。そういう時もあるけどよ。普通に平らピッチャーがよか高瀬はここは木崎でいきます。はいファイト引っ張り警戒で内角いこうエグロ代打には投手交代よ。こういう時にね輝く投手交代。オッケー今のダメだった。いや普通にあるぞと思ったわ。これゆうへいさんねならなおさらえぐらしてもらうわ。広角持ってるからね変に流されたくない。オッケーうまい流し意識が半端なかったね。どまいオッケーこれで1人切れた。竹山出ろ。オッケー竹山ナイス。次のが岩崎に投げさせるので、竹山はこのままダイソー出しましょう。工藤偉い、しっかりと走れるの偉いぜ、ナイスだぜ。工藤足速いからな普通に。で岩崎で引っ張りでいきます。とりあえず熱血切ったら引っ張りっていう謎の法則があるからね。決まり法則、決まりでいこう。ガン決まり、セーフセーフ、飛び込めごめん。結構ギリギリだったね。で木崎代打します。代打相手誰、何 P、 右 P か西村かな。ミート A あるからね、意外と打てるよ彼。見れてみ、背中石、背中石、オッケー。これですよ皆様、これこれこれなんです。で藤原、背中石いきましょう。もう背中石、もう前へけい、レディティーズコンビッグフライ、今日3本目、全体で3本目の確定アーチ。偉すぎる偉すぎる。もう1本で広角つけようぜ。塩崎しかもあれ初ホーマーか、内角クソほどえぐられてるな。クソほど内角えぐられたね、ごめん俺のせいだわ。オッケー、3のが出た。走りたい走りたい、オッケー、よく走れた。合格点与えよう。流します、斜め、オッケー。そこにいる、投げようか。岩崎内角いきます。2人当てちゃったんごめんごめん。オッケー、ゲッツー、いいね。石山さんここで投げさせようか。出ちゃこない出ちゃこない、石山さんね。年齢だけ切ります。岩崎の年齢は切り終わったの、あ切ってねえわ、もういいや。竹山だけ全然切っていきましょう。で石山さん、まあ、ゲッツー取れたら美味しいね。ほう、まあタイピン出たら石山さんの真骨頂でしょ。こっからよ石山さんの真骨頂、見てみこれ。外角、オッケー、ゲッツー、いいねー、荒らしたー、優勝優勝、素晴らしすぎる。もう感無量感無量感無量吉、残存の、いや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 、やってみましょう。おおきたー、え神黒時のワンリン、藤原ー、え神やん、えこれは神、1番だな普通に。走れないけどこれさ、逆にさこれよくね、これで1番打席回したから得だろこれで。2番佐野でしょ、3番中村、4番高橋、5番これ、あいいじゃんこれで。鬼ほど強いじゃんこれ、えいいね。で打席にそこ西村のスタメン出しちゃえばいいしね、こうしてね。えぐっ、これいいわ。うわきたーこれ、いや最高のチームできた。また皆様次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。神回これはバイバイ。